ガイウス・フラウィウス・ユリウス・クリスプスは、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世の息子で、彼に任じられた副帝である。少年は不明で、早くても295年頃とされる。また、299年から305年の間とも、言われ、317年に副帝に就任したとき、17歳とされている。ことから、299年から300年頃の生誕とも取れる。 303年とも。つまり、諸刑事の没年齢は22歳から31歳の間と目される。クリスプスはコンスタンティヌスの長子であり、コンスタンティヌスの最初の妻ミネルイナの息子である。クリスプスはラクタンティウスの教えを受け、教養豊かな青年に育った。17歳で副帝になった、クリスプスは父ミカドによって、ガリア属州の統治権を与えられ、 ここでの蛮族に対する戦いで軍事的才能を発揮した。その後、コンスタンティヌスとリキニウスの戦いにクリスプスは父の下で戦ってその軍事的才能を大いに発揮し、324年のヘレスポントスの海戦では艦隊を率いてリキニウス艦隊を破った。これらの功績によって、老教に入っていたコンスタンティヌスへの人々の人気は、 クリスプスに吸い寄せられることになった。しかし、これが、父の嫉妬と猜疑を呼び、腹違いの弟コンスタンティウス2世が、副帝になって、ガリアの統治に送り込まれると、クリスプスは、宮廷内に軟禁状態に置かれた。クリスプスは、コンスタンティヌスの治世20年を祝う式典の時、祝典の土さ作作に紛れて逮捕され、イストリアのポーラに送られて処刑された。 ママ母ファウスタの誘惑をクリスプスが拒絶したために彼女がコンスタンティヌスの詐欺を先導して殺させたとも言われる。なお、このコンスタンティヌスの非道な行いを彼の伝記を書いたエウセビオスは弁護の余地がなかったためかその中では目殺している。同時期にはクリスプスが破ったリキニウスの一人息子で唯一の実子であるリキニアーヌスも10から11歳で 殺害されている。この二人の殺害は、コンスタンティヌス朝の内部構想の一部とする見方が有力である。クリスプスは、ヘレナという女性と結婚し、一人息子を322年10月に設けているが、この息子の名前と誕生後の運命については知られていない。なお、イギリスの古典学者、ティモシー・デイビッド・バーンズは、ウアレンティニアヌス一世の5歳エスティナが、 名前不詳の母親を通して、クリスプスの孫娘、または、ひ孫娘に当たるのではないかと仮定している。しかし実際には、クリスプスの父、コンスタンティヌスの異母帝ユリウス・コンスタンティウスの孫娘の可能性が高いと思われる。また、ユスティナという女性系の名前と、ユストスという男性系の名前もエッティウス系との、 関係を示しているかもしれないことも考えると、ユスティナが父方からも母方からも、クリスプスとは直接の血縁関係がつながらないと言える。ありがとうございます。